まあそんな生活をしてると私にもやっぱり癒しが必要なんですよ。自分も甘えたい、自分も誰かに頼りたいって思ってました。もし私が病気で倒れてしまったら、もし私が死んでしまったら、子供たちどうしようとか。皆さんこんにちは。私最近ツイッター始めたんですよ。本当にね、始めたばっかりで何をつぶやいていかよくわからないんですけど、こんなメッセージが届きました。私は30歳でシングルマザーです。小学生の男の子が2人います。去年離婚しまして、その頃偶然みーみチャンネルに出会いました。同じシングルマザーのみーみママとみーみの楽しい動画を見ていたら、不安だった私でしたが頑張ろうって思いました。一本の動画で2人のことが大好きになり、気づけば毎日遡ってみーみの動画をたくさん見ました。ほぼ全部見ましたよ。オープニングのみーみチャンネル始まるよと流れると、2人の子供たちがママまたみーみ見てると突っ込まれるようになり、今では子供たちも見るようになりました。たくさん YouTuber がいる中で私はみーみチャンネルに出会えたことが一番嬉しく、あの時偶然見つけた奇跡に感謝しています。こうやってメッセージを送るのも初めてなのですが、群馬の片隅にみーみママ、みーみのファンがいるよと知ってもらえたらと思い送らせてもらいました。みーみママが再婚したことも、今とても幸せそうなことも、私はすごく嬉しかったです。これからも無理せずに動画投稿お願いします。これからも応援してます、大好きです。ありがとうございました。本当にね、このメッセージを読みながらちょっと涙が溢れました。なんか結構動画を始めてからシングルマザーの人からこうやってコメントとかメッセージをいただくことがすごい多いんですね。私は最近再婚したんですけど、34で離婚してるので約、7年ぐらいシングルマザーの時代がありました。それで YouTube の方にもシングルマザーの方から結構コメントをいただいていて、やっぱりシングルマザーって結構大変だと思うんですよ。やっぱり一人でいろんなものを抱えたり、責任もあるし、で働かないといけないから時間もなくなるし、私もやっぱり辛い時もたくさんあったし、いろんなご質問もいただくので、私が経験した中でこう答えられるようなことは答えていきたいなって思います。こちらの動画にこんなコメントが届きました。母子ともに本当に本当に理想的な生活リズムです。私もそんなリズムを目指していますが、子供にも寂しい思いをさせてるのを分かっていても、時間に追われてイライラ、全然ダメです。ママさんが以前、外で働くママさん時代の時はどんな生活リズムだったんですか？また質問コーナー的な時があれば、YouTuber になる前の働くママの時の生活ルーティーン的なお話も聞いてみたいです。今は体調も生活も忙しいと思いますので、いつかいつかそんな話ができる機会があれば聞いてみたいなと。採用されたら嬉しいです。明日から錬金残業、みーみママさんの動画でやる気もらって頑張ります、というコメントが来ました。ありがとうございます。それでその YouTuber になってからはこの生活リズムっていうのを結構動画で出してるんだけど、 YouTuber になる前どんな生活をしてたかっていうと、なんか私いろいろ職を変えたりしてるんですけど、一番フルタイムで働いてたのが証券会社に働いてた時です。その時はね、まずね、朝はすっごい戦争でした。まず6時に起きて顔を洗って化粧水とかつけてメイクして髪の毛やってっていうのを大体6時半ぐらいまでにするんですよ。でその後子供を起こして着替えてとか言って着替えてもらってる間に朝ごはんを作って、大体朝ごはんはいろいろパンの時もあるし、ご飯と前の日のおかずと、あとでも朝は味噌汁作ったり卵焼き作ったり目玉焼き作ったり、そういうのはしてました。であと自分のお弁当も作ってたから、自分のお弁当を作る残りを朝ごはんにしてたりもしました。子供が本当に順調に動いてくれればいいんだけど、なかなか動いてくれないから、もう早く着替えてとか言って、はい食べて食べてとか言って、もう片付けるよみたいな。で私は家帰ってきてから汚いキッチンを見るのが嫌なので、だいたいちゃんと朝ごはんに使った食器は全部片付けておくんですよ。なので子供が遅いと、もその食べてるところからどん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 食器取って片付けていくみたいな。そして
もうね、結構子供がやっぱ食べてる間に私は歯を磨いたり、その食器洗ったりします。そしてあとはもう食器を洗ったら、もう子供の準備の手伝いとか、子供たちが散らかしたものとかをこう片付けたりとかして、もう朝は大慌てです。まだその時お姉ちゃんが小学2年生とか3年生で、みーみーが保育園だったから、お姉ちゃんは結構自分のことを自分でやってたんだけど、みーみーがね、やっぱりあの天真爛漫なああいう性格だから、もう思い通りに進まないんですよ。機嫌が良ければちゃんと玄関行って靴履いてすぐ出てくれるんだけど、早く早くって怒ってたりすると機嫌が悪くなって、なんか玄関から動かなくなったりとかして、もうそうなるともう置いてくよみたいな、もうママ一人で会社行っちゃうからねみたいな。そうするとね、いいよっていうの、えやだママ行かないでって言ってほしいのに、早く出てきてもらって鍵閉めたいのに、いいよバイバイみたいな感じになるから、もうそういう手は聞かなくてあーなんか思い出してたの懐かしいなって思ってきた。歩いて保育園に送り迎えしてたんですよ。だから一回みんなで外出て、お姉ちゃんは学校行くからバイバイって言って、ミミと私は手繋いで保育園に行くんだけど、なんかね、行く途中でね、結構ね、あ、ママあれ鳥さんがいるとか、なんか猫だとか、あ、ここに花が生えてるとか言ってて、あ、そうだねとか言いながら、もう早く早くよみたいなそうそう、そんな感じだった。で、なんか立ち止まって動かなかったりすると、もうおしまいには抱えて走って保育園に送って、でもう私もダッシュで一旦家帰って、自分の荷物持って、今度はまたダッシュでバス停まで行って、多分7、まあ、8時ぐらいのバスに乗って、で会社に行ってました。だからもうバスの中に乗るとみたいになって、やっと落ち着いたみたいななんかね、バス停と保育園が逆方向だったんですよね。それに保育園行ってそのままバス停行けばいいのかもしれないんだけど、保育園って結構荷物がいっぱいあるんですよ。布団持ってったりとかしなきゃいけないから、自分の会社の荷物とお弁当とっていうと持っていけなかったので、私は一旦送ってから家に持って帰ってまた行くって感じでした。もうね、この朝のこの戦争をすると、もう本当に疲れ果てて、会社に行った時にホッとするみたいな。で、会社の席についてコーヒー飲むと、はぁみたいな感じで、結構会社は私にとっては癒しの場でしたその昼間の会社ではもう人間関係もすごい良かったし、仕事も好きだったからもう超楽しくって、もうね、朝から夕方の本当は5時20分ぐらいまでなんだけど、結構仕事も忙しいからいつも残業してたんですよ。しかも残業すると時給だから給料もちょっと増えるから、もう一生懸命お金稼ごうと思って、もうギリギリまで働いてました。ちょっともううろ覚えなんですけど、6時半ぐらいまでに保育園迎えに行かなきゃいけなかったから、今度は帰りのバス停までもうダッシュで走って、もう本当に足速かったと思う私でそこまでね、結構走ると7分とか走るんだけど、7分を走るってすっごい疲れるんだけど、だからもう帰りのバスも乗ったらみたいになってそんで20分ぐらいバスに乗って、息が整った頃にまた降りたら、今度また走って学童まで迎えに行って、今度お姉ちゃんと一緒にミーミーを保育園に迎えに行くっていう。もう帰ると家に着くのは7時ぐらい。でも9時には絶対子供を寝かしつけたいから、この7時から9時の2時間の間に風呂入れて、ご飯食べて、片付けるで寝かせるっていう、もうこの2時間はもうこれも戦争だから私はもう帰ったら、その時はもう会社に行った服のまんまエプロンつけて、すぐさまビールを飲んで、ビールを飲みながらもうお料理してました。そんで子供たちがすっごいお腹を空かせてるから、なんていうんだろう、一気に今やってるのはご飯が全部できてからご飯だよって言ってるけど、もうその頃は
一品ずつ作って出していくみたいな、まずこれ食べててみたいな感じでした。だから先に豆腐切ってこれ食べてみたいな、次サラダ作って食べてみたいな、じゃあ今から肉焼くからみたいなそうそう、そんな感じで、でご飯はチンしてみたいな感じで食べてました。で食べたらもう、はいお風呂入ってみたいな感じになって3人で一緒に入ってた時期もあるし、お姉ちゃんが1人で入るようになってからはミーミーと2人で入るようになるし、でもね、もうゆっくり入ってる感じはなかったかな。本当はね、なんかお話ゆっくり聞いてうーんってゆっくり入りたいんだけど、もう私の頭の中は9時までに寝かせるためのもう時間配分が全部こう組み込まれてるから、これ終わったらこれやって、あれやって、ああしてこうして、じゃあ9時に寝るぞみたいな、もう目標時間になってて、でなんでそんなに9時に寝かせたいかっていうと、もう子供たちの健康とかも大事だから、もう睡眠時間はたっぷりとってほしいっていうのもあるんだけど、もう自分の時間が欲しかったんですよ、すごい。その話はまたじゃあ後にするんだけど、お風呂入ったら今度髪の毛をね乾かすので、今はみんな自分で乾かしてくれるんだけど、その時は私が全部やってたから3人分乾かしてました。だからそれでもねすごい時間がかかった。夏は乾かさないけど、冬はもう3人分自分の髪の毛に、子供2人にみたいな。しかもミーミーとお姉ちゃんの髪の毛もすっごい多いし、あの髪の毛だからなかなか乾かなくって大変だったなって思う。でその後は8時半にはね、なるべく布団について本を読もうっていう話になってて、いつもだからもう8時半までに準備すれば本読んであげるよみたいな感じで、はい急いで急いでみたいな、で8時半になったらみんな来てみたいな感じで布団敷いて、今日絵本何にするみたいな、いつも図書館で借りてきた本を3人で寝そべって読んで、9時になったら寝てみたいな、寝るよみたいな、でまだもっと読んでとかってなるけど、また明日って言って布団について子守歌歌って寝るみたいな。でそこで一緒にすっごい眠くなるんですよ。すっすっごい眠くて、そこで寝ればどんなにいいんだろうって思うんだけど、私どうしても一人でゆっくりする時間が欲しくて、9時から11時は自分の時間にしたいみたいなのがあったんですよ。1日にこの2時間の自分の時間がすっごい大切な時間で、子供が9時に寝ないとすっごいイライラするんですよ。私の時間がどんどん減ってくみたいになっちゃって、そんな感じでいつもそうやってイライラしてたなって思います。で、そんな生活をしてると私にもやっぱり癒しが必要なんですよ。子供が癒しでしょって言われるけど、子供はもちろんすごい癒しなんだけど、やっぱり子供に甘えるっていう発想はなくって、自分も甘えたい、自分も誰かに頼りたいって思ってました。じゃあ誰に頼るのっていうと、やっぱり彼氏とかに頼りたくなる。でその時私も彼氏がいたりして、9時を過ぎたらやっとこう電話して、自分の時間でママから女性になってふーって癒される時間でした。なんかね、それがなかったらダメになってたかなって思う。私は弱いからね、もちろんほら彼氏とかもいないで、ちゃんと一人でもう頑張ってるお母さんとかもいるんだろうけど、私はもう恋愛もすごい自分のパワーの源になってたから、だから子供がいても綺麗でいたいとかそういうのもあったし、シングルマザーの恋愛は結構制限もあって大変だし、なかなか会えなかったり連絡したい時にできなかったりとか、なんかもうその7時とか9時の間は連絡が来てもすぐに返せなかったりとかもするし、だからすごい相手の理解がないとなかなかちょっと難しいところもあるけど、すごいパワーの源になってましたで、ちょっと恋愛の話もいろいろ話したいことがあるので、また別で撮ろうと思うんですけど、それで11時ぐらいになったら私も子供たちが寝てる部屋に行って隣で寝るっていう感じでしたね。でやっぱりね、結構夏はエアコンがついてたりするから寒くないかなとか気になるし、冬は布団とか蹴っ飛ばしたりとかして寒くないかなと思ったりとかして、結構ねやっぱり夜起きたりして子供をチェックしてっていう風にやってたなと思います。で本当はね自分の時間欲しいから夜更かししたくなるんだけど、
夜更かしすると次の日の朝起きれなくて辛いことになるので、まあ、もうどんなに遅くてもね、なるべく12時ぐらいには寝ようとはしていました。なるべくそうじゃない日もあったけど、はい、まあ、こんな感じでシングルマザーの時代を過ごしてました。まあ、それぞれね、いろんな時代があって、今回は証券会社時代の話をしたんだけど、また銀行で働いてた時は違うし、あの離婚したての時もまたね、全然違うことですごい忙しかったし、ただいつまでこの生活が続くんだろうっていうのは思ってました。その考えがすごい明確になって、このままじゃいけないって思ったのはその証券会社の後の銀行で働いてた時なんだけど、でもいつも私ずっとこのまま一生懸命働いても給料が20万いかないとか、そのぐらいでどうやって子供たちが大きくなった時に生活していくんだろうっていう経済的な不安もありましたし、もし私が病気で倒れてしまったら、もし私が死んでしまったら子供たちどうしようとか、そういう不安はいつも思ってました。だから結局後にいろいろ考えた結果、もう家で自宅でお金を稼ぎたい、自宅で仕事をしたい、もっと子供と一緒にいたいっていうことで今こういう生活に変わってます。だからシングルマザーの人もすごい今忙しいと思うし、シングルマザーの人とかだけじゃなくって、例えばもう今家庭がうまくいってなくって、子供がいるけど離婚したいとか、離婚したいんだけどどうやって一人で稼いでいけばいいのとか、そういうお母さんもいっぱいいると思うんですよ。だからそういう人はなんか自分で稼ぐ術みたいなものを考えていくといいのかなって思います。結局ずっと雇われてずっと働いてたらなかなかね、そんなに稼げないと思うんですよ。実家の両親にこう子供たち見てもらえたりとかするお母さんはまだ遅くまで働けるからいいかもしれないんですけど、本当に子供と自分だけで生活してる人はやっぱりもう働く時間に制限されるし、子供が風邪ひいたり病気になったりしたら自分も休まなきゃいけないから、その分給料も減るし出世とかもできにくくなるし、だからなんかこう自分でお金を稼ぐ術みたいなのを探るようにしていったらいいんじゃないかなと思います。まずすぐには動けないとしても、例えば私が考えたのは、じゃあブロガーになろうとか、じゃあ YouTuber になろうとか、あとホームページのスキルを作ってホームページを作ろうとか、そうやって自分の技術とかを磨いて力をつけて、それで家庭でお金を稼ぐっていう術を見つけると結構精神的にも経済的にも楽になると思います。で、最初は少ないお金だけど、そういうのって積み重ねだからどん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 増えていくと思うし、なんかほらココナラとかね、ココナラっていうサイトがあって、そこで仕事をしたい人と仕事を頼みたい人がお互いその相手を探しているっていうマッチングサイトみたいなのがあるから、そういうところで例えば動画の音声とかを書き出しますとか、絵を描きますとかね、なんかそういう自分のできることを少しずつやっていくのがいいんじゃないかなって思います。今自分の生活がすごい辛いとか、もう精神的にも時間的にもいっぱいいっぱいとか、そういう方も本当にいっぱいいると思うんですよ。で、私のところにもそういうご質問とか相談がたくさん来るので、そういったご質問にこの YouTube で答えていけたらいいなって思ってます。で、何かご質問とある方は YouTube のコメント欄でもいいし、 Twitter でもいいし、インスタでもいいし、ご連絡いただければと思います。全部のダイレクトメッセージにはちょっとお返事できてないんですよ。いろんな人からメッセージが来るんですけど、私も今結構いろんなことをチャレンジしてて、全部会社員だけどなかなかそれができないので、この場をお借りしてその方のご質問に答えることによって、その方だけじゃなくっていろんな人が見てくれるので、同じ悩みを抱えている人とかの、役に立てたらいいなって思っております。次の動画はシングルマザーの恋愛観なんかについてお話ししたいと思ってますので、楽しみにしていてください。バイバーイ。